ごめんなさん。ねえ、みんな気づくかな、今日違うよ、人が。ちなみにですね、アイタムです。タシピです。ちょっとありえるし、え、今回ありえるって何だ。ありえるって何、技術的にタシピっぽくてアイちゃんっぽいな。いけそういけそう、ワンちゃん。今回ね、なんと新企画が始まった第1弾なんですよ、うん、そうなんです。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いや、今回ですね、あのタシピとアイさんにあのちょっとコラボ担当としていろんな人と飲んでこいっていうのが始まりまして、もう第1弾でね、なんとエルチュブさんとね、動画撮れちゃったよ、みんな、イエーイ。まあね、そんななんでね、2人にちょっと自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、はい、まず乾杯からしよう。あ、乾杯乾杯。私だけロング缶。エルチュブのリンです。お店を2つやってます、レズビアンバーを。うわ。で、エルチュブっていう YouTube やってます。32歳になりました。セクシャルは、パンセクシャルだと思います。おお、そうなんだ、はい、3年目に入ったパートナーがいます。よろしくお願いします。エルチュブのゆいです。レズビアンバーで働いています。24歳です。フリーです。あ、レズビアンのフリーです。No. はい、以上です。募集中、募集中です。募集中、みんな募集中だってよ。なんかさ、いざ飲み企画って言われるとどうやってやっていいかわからないですね。しかも私一人歩きさせられるの初めてなんで、ちなみに飲み企画ってだけなんですか、その。はい、企画、はい、エリカがただただ今後いろんな人と飲んでいくだけ、飲んでみようっていう、うんうんうん、飲まないと話せないことがあるんじゃないのっていう多分企画らしいですよ。ここはちなみに飲んだことはあるんですか。え、ありますよね。なんか一時期すごい お泊りとかしてたから。ご縁があるけど、お泊りはしてましたよね。え、席外しましょうか。宅飲みもしてますよね。そうそうそう、あの私の家じゃない家に帰ったらりんちゃんいる。そうそうそう、なんかみんなが帰ってくる家みたいなところ。あ、そう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 、めっちゃ仲いいんだ。あれでもめっちゃ前ですよね、コロナ。うんうんうん、始まるか始まらないかぐらい、うんうん、そう、意外とだから前からすごい接点はあるけど、うんうんうん、なんか動画とかを一緒に撮ったことないですよね。うん、 LTV 自体がまあね、他社と関わる。確かに。そうですよね。そうそう、関わるとみんな静かになっちゃうから。そうなんですよ。こちらもなんですよ。どういう流れでバーって出すんですか。30歳までにキャバクラを辞めたくて、はい、うん、で何しよっかなって思ってて、うん、ズビアンバーやるかみたいな感じでした。そんな感じで出せんの。そんなやるかみたいな感じでいけるんですか。やるか、いけます。だってあの12年水商売やってて、水商売プロなんで、ちゃんと。確かに、はい、あとお金、資金さえあればお店は出せるし、はい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 、場所が借りれれば。なんか場所が借りるのって難しいんじゃないですか。めっちゃ大変ですよ。だって2丁目ってなんかもう激戦だぜみたいな。激戦激戦、それでね、こんないいところに。そうだから、あ、もうめっちゃラッキーと思って、あ、たまたま見つけてポンって。そうです、教えてくれて、やりたいっていろんな人に言ってたら、うん、はい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 、その中の聞いてた一人が会いたいよここみたいな、くれてって感じです。2店舗目がその上野にあります。すごくね。え、2年ぐらいでもう2店舗、うん、そうですそうです、ポンポンって行きましたね。すごくね。やっぱコミュニティとかあんのかなみたいな。場所は言っとくのが大事だと思います、自分バーやりたいから。確かに。でも意地悪な人も多いからさ、うん、空いてても教えなかったりとか。意地悪やん、うん、し自分が抑えちゃったりとか。あー、そうそうそう、意地悪。意地悪なのかも、仕事だからみんな。2人は、まあ、パンセクシャルとバイセクシャル、レズビアン、あ、レズビアン、ごめんなさい、勝手に一緒にしたと。え、もうあれですか、ずっと。ずっと私は元のんけです。逆に逆もクソもないでしょ。いいでしょ、この見た目で元のんけでも。え、いつじゃあ気づいたんですか。え、なんか19ぐらいの時にまあ、散々男で遊ばれてて、でその後になんか初めてバイトの先輩好きになって、うん、あ、恋だってなってレズビアンでした。そこからなんか女の子が好きになるなって。えー、じゃあ男無理だと思う。
いやどうですかね。でもなんかすごい誠実な、うん、なんか自分のお父さんみたいな人がいれば付き合いたいなとは思いますけど逆に父を求めてそうですね、お父さんいい男だなと思って。いいこと。りんちゃんもずっと？私ずっと、はい、ずっとワンセク、ずっとパンパンセク、はい、ずっとパンセク決めてないです別に、うん、じゃあ好きになった女の子とかも結構早かったんですか？18歳です。あ、18歳なんだ、はい、上京してから。家族とかももうみんな公認、パパは知らなくて。パパは知らないんだ。はい、ママと妹は知ってます。これパパこれ見ちゃうとかない？あ、ないですね、もうおじいちゃんなんで。うん、逆に私も同じくですね。お姉ちゃんとお母さんは知っていて、うん、お父さんは知らない。そんなパパこの動画見ない可能性ある？ありますよ、おじいちゃんなんで。マジで、はい、もううちママとかうちのインスタとかもめっちゃ見てる。ママでしょ。ママパパもパパもパパも総合だもん。やだ、多分でもうちのお父さんも多分見てる。パパ総合ウケる。YouTube はもともと多分同じくらいの時期に。いや、先です先です、覚えてます。絶対一緒だって。私プリクラの真似してましたもん、なんか企画とか。そうなの？本当に知らなかったけど。先です。同じくらいに始めた曲あって、は先だったっけ？先です、もうとっくの塔に先です。うっそー、はい、5、6年前からやってますよね。うーん、だって私多分高校生の時に見た記憶ありますよ。そりゃもう30になるわ。そうし、私の中でケイちゃんはこうあの有名人というか、まあ、顔が知れてる人だった、うん、出会った時にはもう。あ、じゃあ私たちの方がちょっと早かった。ちょっとどころじゃないと思います。だって始めた時にもう2万人いってた気がするもん。あ、プリクラね、なんか伸びが早かったんですよ、うんうんうん、勢いがちょっとあったんで。なんで始めようと思ったんですか？暇だったんですよ、すごく。なんか全部ね、すごいそうだっていうあれなんですね。そうだよ、暇だったんだ。そう、とにかく暇で。まあでも暇でしたよね、みんな暇でしたよね。みんな暇だった。そうそう、この期間どうするみたいな感じでやりました、最初は。メンバー集めどうしたんですか？一緒に住んでたから、あんちゃん、うん、一緒に住んでたんですか？そう、ほんとはるーちゃんは仲良かった、3人で仲良かったんで。はい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 。じゃあ3人その後はゆいとかはオーディションみたいな面接して勝ち抜きました。勝ち抜きましたね。すごい、50分の1とかじゃない？はい、そう、仕事感が結構強いです。じゃないとちゃんとできないから、自分がなーなーだとできない。あ、そうですね。だからここがプライベートで遊ぶとかがほぼなくて、うん、ビジネスの関係って感じ。 あれだ、タシピと私たちと一緒だ。あ、そう。タシピと全くプライベートでは、うん、この間も友達って聞いたら、うん、仲間って言った。あ、全く言わない。私はタシピのことめっちゃ友達だと思ったんで、うんうん、ちょっとショックだったんですよ。友達じゃないの？でも仲間の方が深い気がする。本当？いや、仲間ってそこから外れると仲間じゃなくなっちゃうから。そっか、やだな。難しいですよね、群れってことか。まあまあまあ、そう、まあまあ、でもそんな感じで。私たち元5人なんで、うん、5人ってめちゃくちゃ大変だったんですよ、うん、あります？うちないよね。もうないです。みんなリンさんを見てます。そのみんながいろいろ見てるわけじゃなくて、みんなでリンさんを見てて、リンさんが行くぞーやーすごい。じゃあもう大変だったエピもなし？ないですね。すごくね。友達じゃないっていうところがすごいいいのかも、逆に。確かに喧嘩もしないし。でも私たちも5人から2人、うん、2人で1人減らしたと3人になって、うん、もう今も2人じゃないですか。はいはい、本当だね。うちらも5人から2人になっちゃって。確かに、ちょうど私ギリ1人多いんで。ああ、そうだ、ギリ3人なんですけど。うちらも編集がいるから。あ、のみーちゃんがいるから、チームとしては3人だ、はい、そのモチベ、辞める選択肢なかったのかなっていう。あ、そうですか。私ですか？人生の楽しみ欲しいんで。あ、楽しいんだ。なんか楽しいというよりはなんか楽しい、え、楽しくないわけじゃないですけど、なんか、うん、なんかやってたいんですよ。私はあのバーやってるから、それこそ見て会いに来てくれる人がいて、その人たちが、まあ、未だに、本当に未だにいるんですよ。レズビアンの世界を知らなかったっていう人が、うん、いますよね。いる。まだやめちゃダメでしょって思いますね。まだじゃないですか。
マジ同じモチベです、うんうんうん、もう私たちもなんでやってるんだろうって言ったら、うん、やっぱりまだ美容室にそういう人が来てくれるんですよ、うんうんうん、まあ、そういう人と会ったことがないとか、なんか今回胸取ってやっぱ同じ人に初めて会ったから会いに行きたいって来てくれる人とか、うんうん、まだこんなにいるんだったら辞めれないなっていう、そうそうそう、まあ、発信してる人が少なすぎてですよね、うん、まさかの共通点でした、ね、続けている意味が一緒だった、ね、これ高め合っていかないですね。そうなんですよ。だからやっぱ、うん、ちょっと子さん気味じゃないですか。もう古くからやってる方ではあるじゃないですか、私たちって。長いのか、まあ、続いてる人たちで言ったら長い、長い長いから、やっぱり頑張っていきたいところではある、うん、新しい子がやったらいいと思うんですよ、 YouTube を。でもきっと難しいよ。いや違う、私は敵が増える。え、そうなんだ。なんかさ、新しい子が増えたら見る新しい子もまた増えて、もっと増えてくると思うんだよ。うん、こっちも一緒に伸びると思う、うん、絶対に。じゃあやってほしい。お願いします。一緒よ。リーさんしか見てないんだよ。いやーなんで私は。でも結構 TikTok とかでは発信すると増えてますよね。うん、増えてる。 YouTube はまだ増えてないけど、確かにすごい多いですよね。多い。最近ボーイズたちが踊ってるのよく見ますもん。ああ、見る見る、うん、さ最近乗っかって2個ぐらい踊りましたもん。30歳なのにこうやってなんか踊って全然伸びねえの最初から。なんでだよ。せっかくそれが一番恥ずいかも。伸びないのが恥ずいかも。そうそうそう、いやなんかみんなが若い子がやってること真似しなきゃなと思ってやって、うん、全然追いつけなくて、うん、全然ダメっていうね、うん、ごめんなさい。全然いいです全然いいです。エアコンができないんだって。直接下向けただけでいいじゃないですか。もうでもさ、ね、今日は一人だけど二人が話しやすくてよかったわ。まあ、ここパズーさんにねお邪魔してるんですけど、やっぱ二丁目にいるじゃないですか。はい、私は二丁目に本当にいないんですよ。多分わかると思うんですけど、うん、本当にマジで知らなすぎて、うん、今の二丁目ってどんな感じなんですか。どんな感じ。今結構ボーイッシュ切り散らかしてないと思います。結構肩身狭くなってきてます、うん、マジで。え、もうこれじゃもうあれだ。ダメ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 。やっぱあのフェム至上主義みたいな感じ。え、じゃあモテないってこと。いや、その中でそのエリカさんだからモテるかも、うん、急に嬉しいじゃん。なんか、え、何これ、お酒の場だからこういう感じ。わかるでしょ、うん、え、でも本当にやっぱ需要なくなってるっていうか、マジ減りましたね。減りましたね。昔ありました需要。え、勘違いしてたのかな。エリカさんだからモテてる説ありますよ。あ、でもなんかもう、違うなんかだって昔ってボーイがいっぱいいたでしょ。いたかな。まあ、昔からあったよ、なんか、あ、ボーイみたいな。私ちょっとフェム好きみたいな、うんうんうん、それずっとずっと20歳とか21とか、うん、めっちゃくちゃ若い子、うん、そこはマジでボーイッシュ好きです。へえ。なんか TikTok とかでもボーイッシュ流行ってるし、 TikTok なの。そんなに。いや、それもあるし、なんかもうセクマイがなんか言い方悪いですけど流行ってるって分かります。なんか今、ああ、でもまあまあ言いたいことありますよね。でもちょっとセクマイ流行りだして、うん、そのなんていうんですかね、もとも多分のんけなんだけど、うん、ボーイッシュ女子に恋してるレズビアン、うん、レズビアンですって言い聞かせてる子が多分増えたのかなって思います、はい、バーとかやっててこんなお客さん増えたなっていうのはやっぱもうあれ初めて来ました的な。それは多い。パズルは圧倒的にそれが多いです。でもそれってめっちゃいいことじゃないですか、いやめっちゃいいことだと思います。それはでも、ね、もうりんちゃんたちの頑張りがあるからさ、初めての人でも来やすいっていう、まあ、YouTube だと思います。それはマジか、うん、めっちゃいいことですよね、うん、みんな必ずドアの前でなんか1時間か2時間迷ってから来ます。なんか行くかどうか、うん、勇気をね、うん、出すのに1時間ぐらいかかるんで、ね、かかるらしいです。2丁目でよろしく。これガチな話していいですか、はい、私今までそれ何回もやったことあります。うん、なんか私本当にこの辺で飲まないんで、うん、なんか撮影でたまにこう愛ちゃんとタシと来る時があって、うん、でもお酒は好きなんで、うん、なんか飲もうかなって思った時になんかパズル来ようと思うけど、もう私知ってる人りんちゃんしかいないから、まずパズル入ってりんちゃんいなかったら終わりだなって思って、うん、わけで、なんかもう人見知りだから開けてりんちゃんいなかったら無理だし、うん、空気わかんないし、あと覗けないから、そうですね、もう
何回も帰ったことある。諦めて帰った。今はどんな人がモテるこの2丁目は。中性 M、 中性は圧倒的にモテますね。何なん中性って。中性誰だって、か中性って何。モテてる中性っていうか、中性見たことないんですけど。ないですよね。何、みんな口だけで中性って言ってるの。見たことない。誰モテてる中性。誰言ってごらん。言っちょうだいじゃん。いないでしょ。ほら、え、じゃあ誰よ。それが中性でもフェムでも綺麗系はモテます。うん、ボイ綺麗系はないのか。ないです。ボイは可愛い系も綺麗系もなくてボイですね。ボイ重要ない。え、友達とかと普段飲む感じですか。友達ないんで。ねえねえ、はい、私も本当ですか。マジで絶対嘘だって。嘘。え、でも私もやれる嘘って。え、そう、りんちゃんも嘘ってやってさ、りんちゃんは昔は分かってると思うけど、うちあの家に直帰系だったね。うん、うん、確かに。で、結構多分りんちゃんがいても最初はなんかおよおよみたいな、うん、なるぐらいあんまコミュニティがすごい狭いんで。うん、いやでもそうかも、確かに、うん、結構友達多い。多いね。そうですね、少なくはないです。それどういう界隈。もう2丁目界隈。2丁目界隈か、こう外部もう高校とか。高校とか、うんうん、です。なんか結構多分私人を信じやすいですよ、多分2人よりも。なんでやめてそうじゃん。ディス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 。お前ら内向的でみたいな。リスペクトのリスね。あ、リス。うまいな。そう、人信じやすいからすぐ誰とでも結構仲良くなっちゃって、うん、信じるんで、その人たちを友達って言ってます。うん、で多分2人がその友達って言わない線引きが、うん、なんか自分の方が広い手だけだと思います。チキチキボーンみたいなハンカチです。あ、これあれです。コミチキのやつ。コミチキ。やっぱり。本当だ。チキチキボーンみたいだなって思った。コミチキってすごいね。チキチキボーンは知らんけど。チキチキボーンってあのわかりますよね。冷凍食品の。あ、ちょっとわかります。嘘、めちゃくちゃ色合い似てるんです。なんでだろう。ミニタオルめちゃめちゃいいよ。これもね、今びしょびしょこれ頭拭いてきたから、ね。一応触らないようにはします。絶対触らない方がいいでも。え、逆にリンちゃんに会いたいときはどうやって把握したらいいの。そう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 。会えないの。嘘です。りんちゃん会えないの。会えないです。会えない。何の嘘なんそれ。何のために言ってそれさ、どのネタか分かんないから一回共有して、うん、あ、なんか別にあれ何、うちもりんさんの意図が分かんなくていい。え、じゃあ何言ったら困惑しちゃう。だから2、1なのよ今。どういうこと。熱い笑。違う違う違う、 どういうキャラでいくんこれ。もうレアキャラと言いたいんですよ。え、レアキャラで言いたいってこと。レアキャラぶりたいだけ。え、でも本当会えるんでしょ。毎日いる。毎日いる。でも会えないんだ。会えない。会えない。もう会えないからね、みんな。別にりんちゃんには絶対会えないですからね。絶対会えないって。別にりんそう、この動画をね、まあ、多分このね動画で初めてりんちゃんのこと見てくれた人もいるかもしれないけど、りんちゃんには会えない。はい、うん、本当に毎日お店にいるだけで本当に会えない。そう、毎日お店にはいるんだけど、もしかしたら会えない。もしかしたらそう。どっかにいるんですよ。上野か新宿か。ああ、だからこうなんか運ですよね。運だ運だ。でも確率に言わないし。でも上野一で会えないから。確かにね。でしょ。まあ、それで言ったらね、会えたらラッキー、会えなかったらまあ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 、はい、でもゆいがいるからね。まあ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 、そうですね。ゆいが絶対一応いますから。会えないですけどね。ゆいも会えないんだ。絶対会えないですけど。もうそれ言い出したらうちも美容室に来ても会えないから。誰が気づいた。指名くれても誰が気づいた。会えないですよね。うちら3人ってこれもう AI だから。かっこいいよ。これ生成されてるものだから。そう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 、会えないから。坊主とか嘘だから。本当は生えてるから。全然釈迦じゃないから。もう注目浴びたくてやってるだけだから。でも今回ね、今回初めてあのコラボさせてもらったんですけど、もしさ、これ反響が良かった場合さ、やりましょう。次行きたいじゃん。やりましょう。だからさ、聞こう、みんなに。行きます。私これ不安なの。私不安なの。いや、うちらが不安ですよ。伸びなかったらどうしようって。ねえ、そんなことない。ねえ、私これもうだって一人歩き初めてだから、これでもう伸びなかったらもう最悪だって。だからシリーズが止まって、うちらで止まったら刺します。伸びなかったんだ。
やだやだやだ。え、初対面の人でもこの感じで喋れます？無理無理無理。じゃあ仲いい人っていうか、まあ、面識ある人を誘っていくしかないですね。そうだから今回も、うん、なんかりんちゃんがたまたまそのね連絡取ってる時に動画撮れませんかって言ってくれて、りんちゃんがいるからできるけどじゃないフィールド行けないから、うん、初めまして行けます？お二人行けない。じゃあ私も無理。あ、ダメなんだ。だから、うん、できない。できないけど頑張りたい。ねえねえねえ、全然これどうでもいいんだけどさ、これ最初カメラに向かって喋るのめっちゃ緊張しませんでしょ？最初撮り始めですか？もう5、6年前。あ、緊張しましたよ。私街でさこういうのできなくてさ。できないできないです。難しいです。今ようやく慣れてきて私どこでも喋れるのか。で街でもできます、うん、あでも今多いですもんね。そうそう、ライブ配信しながらとか。でもこれ声があるだけで急に人って喋れなくなる感じがあって、うん、みんなさ2人のこと気になるでしょ？見てほら、エリカさボクシング帰りだしさ、お酒飲んでほっぺも赤くなってきたしさ、もうあとはさ3人でゆっくり飲みたいからもう切るわ。そんな笑い方なの？怒られちゃうかな。うん、たっちゃんこれで大丈夫？いい感じで切ってちょうだい。うん、じゃあまあこれはまたゆっくり飲むから、じゃあまたね。ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございます。あ、この動画が良かったグッドボタン、グッドボタン、グッドボタン、登録よろしくね。よろしくね。え、よくない方がいい。嘘、走りすぎ。嘘、でもグッドボタンとか言った方がいいでしょ。この動画が良かったグッドボタン、グッドボタン。あ、じゃあね、バイバイ。